はい、ワンダーフォーオートモーティブの安見です。今回はですね、こちら、おいしょ、ステアリングの方にですね、まあ、こちら997の初期型になるので、あのパドルシフトがついてないんですね。で、まあ、ここでね、別にアップダウンしてもいいんですけれども、やっぱりね、ちょっともうちょっとやりやすく、するためにですね、まあ、こちらのものをですね、まあ、こういう風に、取り付けて、パドルシフトがね、問題なく、できるようにですね、やっていきたいと思います。で、ちなみにこれはあのベンツのね、部品になります。はい、なのでこれはダウンってね書いてますから、こっちでこうスイッチがね、カチャカチャ押されることによって、ダウンしていくってことですね。で、そのためにはちょっとね、ここ取り外してステアリングごとね、取っ払ってね、ちょっと加工が必要になるんで、ちょっとね今回は、かなりね、暑いんですけれども、まあこういうねパドルシフト化したいっていう方が多分ねいらっしゃると思うんで、まあ僕のやつねやるついでにちょっとやっていきたいと、見せていきたいと思います。はい、はい、じゃあね、まず、エアバッグ等をね外していくんで、まあ、バッテリーのね、マイナス外していきたいと思います。では取り外せたので、ハンドルね取るときね、これはもうすでにねマークあったんで、あえてつけなかったんですけど、ボルトを外した奥にあるところにですね、ステアリングの、本体側のですね、方とこのハンドル側のですね、この位置関係をねきちんとこう線を引いて、印してください。これね、はめるときにね、ずれてしまうとめんどくさいんで、で、ここはね何気にねこうちょっとわからないんですけど、ここはねもうギザギザになってます。本当にね細かいギザギザでなってるんで、まあ、これにはめていくような感じですね。はい、じゃあ、まずとりあえずね、つけやすいようにもここら辺外していってですね、で、まあ、これも取りたいと思います。はい、ここのネジ、外していきます。で、ここね外していきます。ねえ、ここで刺さってるだけになるんで、ここのビス取ったらねこの穴に刺さってるんで、で引っこ抜くって感じですね。でここのね間にちっちゃいワッシャーがあるんでね、これなくさないように、はい、じゃあ次こっちですね。はい、こんな感じですね。まあ一緒ですね、左と。はい、
まあ、場所をね、記すんに、まあ、こういうねこのままねこうやって合わせてもあのここのね凹凸が邪魔で結構ね印つけるのとかめんどくさいんで、まあ、軽くね、こういう型紙をもう作ってね、でこれをまあ、貼り付けるですね。でマーキングして削っていきたいと思います。はい、だいたいマーキング終わったので、だいたいでね、実際のサイズよりもちょっとね小さめにやってるんで、こっからですね、まあ、あの適当にカッターで切っていって、でこの皮をめくっていく感じですね。でやっていきたいと思います。はい、これですね、こう取り付けが完了しましたね。穴開けてで、もともとあった穴に、まあ、固定するようにね、こちらから、ビス打ちしてます。でブルーがこの、一番右のね、ちょっと赤っぽい、配線で、その横がね、ちょっと見づらいんですけどね、黒になってるんですよ。だからこれ青がこのねこれにつなげて、赤につなげて、ブラックはもうブラックですねにつなげる。逆に言ったら黄色はここのちょっとね白っぽい一番右のね白につなげて、こっちもブラックがあるんで、これはアースですね、はこの白の横のブラックにつなげるって感じですね。じゃあやっていきます。はい、もうね線つなげましたんで、これをね元あったように、ズボッとね刺してはめていきます。こんな感じでね出来上がりましたね。アップダウンですね。じゃあね早速ちょっと取り付けていきたいと思います。まずねこの中心のマークに合わせてね差し込む。こうか、よし、ちょっとずれとんかな。これぐらいかな。あ、これね。はい。まあこいつらつけたまんまですね。よいしょ。刺してよいしょ。んでこいつですね、カチャッと。ちょっと配線が邪魔にならないようにしとかなあかんので、
いいんちゃいます、うん、いい感じ。OK。 じゃあね、ちょっとバッテリーつけて、試乗。そうですね、試乗っていうか、まあちゃんとアップダウンするんか。一応こっちのやつも残します。これね、マニュアル用のやつに切り替えたら、ここは蓋にすることもできるんですけど、今回はね、つけたままにしてます。はい、まずねエラー関係ですね。ちょっといいかな、よいしょ。バッテリー外したら、PSM 故障とね、PSM 故障っていうのが出るんですけど、これはね、基本的にも走ったら、治るものに勝手にね消えてくれるんで、これはねちょっと無視して、見てもらえたらと思います。じゃあね、今パーキング、入ってますね。じゃあ早速ね、ちょっとドライブにして、でダウン、あ、なりましたね。じゃあ次アップ。じゃあちょっとこれいきますよ。今止まってますけど、1速で、1速で、まあ、ここのねインジケーターにもちょっと注目してもらって、ちょっと見えづらいですけど、ここねダウンでアップですね。じゃあちょっとね試乗兼ねて、一瞬ね走らせてもらうんでね、その感想をちょっと言いたいと思います。はい、じゃあマニュアルモードでね、おー、確かにねここにあるよりも操作性はね、かなり上がってます。かなりね、運転はしやすくなりましたね。ここにねアップダウンで、右でアップで左でダウンになってるんですけれども、まあ、これをねちょっとね、まあいろいろアレンジして、まあ例えばこういうパドルシフトじゃなくてね、結局はこういうスイッチがついてるだけなんでね、言ったらもうプッシュ式のねもんにしてもてもいいでしょうしね。なのでまあそうですね、ちょっと今までねずっとこっちでやってたんで、ここってね意外とね持たないんですよね。ちょっと下にしないと持たなくて、僕ちょっとここら辺のね位置で持ってるんで、だからここに移動するだけでですね、やっぱりこうまあストレスがなくなったというかね、うん、でこっちでもできるわけですからね。一応ちょっとねテストしましたけど、今ちゃんとダウンになりましたね。でアップなりました。だからダブルでね使えるって感じですね。ここのね、位置につくだけで、ちょっとね運転はしやすくなったかなと思います。まあこれでねサーキットの方もね、ちょっとタイムが縮んでくれるんじゃないかなと思いますね、うん、スピードはね変わらないんですけれども、やっぱねここにあるとやりづらい。じゃあもうせっかくやったらもう両方にね、ついてたらね、よりまあやりやすいっちゃうかな。どこでもできますからね、うん、でまあ参考にね、してもらえたらと思います。でめんどくさいなっていう方はですね、まあこちらの方でも、やりますんで、ぜひね、ご相談いただければなと思います。はい、ちょっとね結構まあやった感じではですね、まあめっちゃめんどくさい感じですね。特にこの後ろをね削るのが、かなりね、めんどくさいんで、まあできたらまあリューターとかね、まあ僕はね今回マイナスでやりましたけれども、ちょっとなんかこう彫刻にね使うような、ものがあれば、先のね尖ったものがあればもっと、やりやすかったんちゃうかなと思いました。はい、まあこれをねちょっと参考にして、皆さんもね、997、前期乗られてる方はですね、まあパドルシフトができますんで、やってもらえたらと思います。はい、こういったね動画をちょいちょい上げていきますんで、ぜひチャンネル登録と、グッドボタンの方ですねよろしくお願いします。それではワンダフォードモーティブでした。